髭やってる方かわいいですよ。あ、おしゃれ緊急事態、カメラマンが乱破されてます。これどうしたらいいでしょうか。こんにちは、こそば、金くんみたいなこそ、こんにちは。見覚えがね、ちょっとあれじゃないですか、ここって言ったらみたいな。そうです、久しぶりの乱破企画です。前回から結構ね、日にちが経って久しぶりの乱破企画になるんですけど、その前回からね、なんか変わったんですよ。わかりますか。なんだと思う。可愛くなりました。違うわよ、ここだよ、ここ今回ですよ。そうだの、前回から東京の方をしまして、私パワーアップいたしました。どう、スタイル。めっちゃスタイル抜群です。パワーアップした状態で実際何とされるのか、久しぶりに渋谷のところで検証していきたいと思います。パイスラとかも使ったりとかして、パイスラって普通になっちゃうだけなんだけど、ちょっとセクシーな色気を出しながらちょっと立っていきたいと思います。レッツゴー。今四つ葉のクローバー探したんですけど。何ですか。四つ葉のクローバー探したんですけど、ちょっと今中断して、そう、これが可愛かったタイプだったんで。どう見ても四つ葉のクローバー入ってないです。いや、宮下パーク行ったんですよ。あー、虹狩りをしたいなと思って、それは絶対可愛いこと行きたいんですよ。虹狩り、もしよかったんですけど、 LINE か住所だけ教えてほしいんですけど。いや、やばくないそれ。いや、まあ住所は、まあ、あの婚姻届に書いてもらうんで、まあ必要かな。どういうこと。怖いんだけど。もみじ狩り行きたいんで、LINE で行こう。私、もみじ狩りってより栗、栗の方が好きだから、ごめんなさい。いや、栗でもいいっすよ。栗取り。え、栗取り。栗取り、はい、栗取り行きますね、じゃあ。いや、でもちょっと予定入っちゃってる。栗取りは友達とやつ、はい。怖い、なになに、ナンパ。いや、可愛かったから。ナンパですよね。ナンパじゃなくて、普通にドタイプだったから受けちゃったっていう。誰にでも言ってるやつ。いや、言ってない。テンプレ結構ガチなやつ。あ、嬉しい。何歳ですか。今15。やば、わかる、嘘でしょ。マジマジ。未成年じゃん。18歳、未成年じゃない。え、でもお酒飲めないじゃん。え、でも飲める。え、飲めないよ。え、飲めるの。飲めるよ。え、変わったんだっけ。ダメだよ、絶対。20歳、ダメだよ。20歳だよ、お酒は。悪い子ですね。ラインだけ。ライン、インスタだったらいいです。インスタ、インスタ。ID 調べてください。あ、これこれこれ。え、やば。これなんです、私。あ、実は。私男の子なんですよ。え、ミュージュー見てるの。え、やばい。気づかなかった。マジ？これで気づいたんだ、やっと。これで気づいた。え、実物どうですか。かわいい。本当に？え、嬉しい、ありがとうございます。え、男の声でいきます。あ、これです。すごい。これ地声。これ地声。そう。本当に18歳なの？18歳。わかん、何やってんの？え、なんか。ここでナンパ成功すんの？でしょ？今日いない。しかもこんな可愛い子いないからね。ね、やばい。ね。本当にいないから。めっちゃ嬉しい。こちらこそ。写真だけ行きます。写真はちょっとごめん。ちょっと写真ってか、YouTube 撮ってた。あ、YouTube 撮ってる。そう。カメラある。あそこに。え、顔出し OK？ ちなみに。全然 OK。本当？じゃあ連れてこよう。こんにちは。まさかの18歳のイケメン少年が声かけてくれました。ナンパしました。え、なんかあのナンパの仕方って何？毎回あれやってんの？はい。なんか四つ葉のクローバーを見つけてたんだけど、なかったからこっち来たみたいな、よくわかんないこと言ってた。でもそれで成功したことはありますか。ないです。ないかい。じゃあ変えた方がいいんじゃない、ナンパの仕方。間違ってましたね。ちょっと違うかも。もっといいのある。勉強になりました。頑張ってね、ナンパ。こちらこそありがとうございました。はい、ということで一人目にナンパされます。まさかの18歳。若くない。でもめちゃくちゃ高青年で、絶対ナンパしなくてもモテるだろっていうぐらいイケメンだったから、身長も高いし、なんかちょっとびっくりなんですけど、まあ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 、こんな感じで私のこの美ボディに惹かれちゃったんじゃないかなって思います。あ、じゃあもうちょっと立ってみたいと思います。なんか久しぶりに会ってるから実際ナンパされて嬉しいです。
ちもち？そうですね。あ、そうなの？はい、僕と一緒だ。俺も友達待ってたら1時間ぐらい遅れるって言われちゃって、はい、こんなとこ。ちょっと待って、あのカメラマンがナンパされてます。これどうしたらいいんでしょうか。いた、緊急事態発生なんですけど、カメラマンがナンパされてんじゃん。まさかのうちじゃなくてマネージャーがナンパされるっていう、まず前代未聞だからやめて。ナンパされたらあの言って、駆けつけるから。モデルやってる方？モデルやってる方です。やってないです。マーク待ち合わせ、なんかすごい綺麗だけど、なんか事務所とか、そんな食事とか全部こっちで出すから、もしよかったらあのまた違う機会です。どういうこと？いやいや、綺麗だから。あ、ナンパですか？いや、純粋にちょっと関心があったから。あ、でも嬉しいです。でも裏向いたらどうですか？私男の子なんですよ。あ、そうなんだ、すごいね。本当、はい、今も男性機能はちゃんと残ってる。秘密って感じで。どうもどうも、ありがとうございます。2人目ナンパされました。あれだった、お父さんぐらいの人だった。初めてかもしれない。なんかあのお食事行きませんかって言われて、おごるからって言われて、で最終的に実は男の子なんですよって言ってたら、男性のあのやつがついてるのとか聞かれてる。それは内緒でって言ったらどっか行っちゃった。だからこれ多分ナンパされたら、しつこい人いたらみんなに私男なんですよって言ったら多分どっか行くよ。ねえ、またナンパされてんだけど、マネージャー。あれ、さっきの人どうしたんですか？頑張って、ナンパ待ちしてたもん。そうなんですね。ねえ、また同じ人にナンパされてんじゃん。相当タイプだったんじゃない？うちに来いよ。なんかあんまされなくなってけど、あと一人はされたいな。もうちょっとだけ立ってみようと思います。すいません、何待ちですか？友達待ってます。友達待ってる。何？お疲れ様です。めちゃめちゃ綺麗な人いるなと思って。 ありがとうございます。1時間ぐらい多分待ってる。そんな待ってる？いやマジで顔に疲れが出てるから。いや10分ぐらいですよって。あ、本当に、はい、今日何しに行くとこか当てるわ。あとライブ、こんな時間からないでしょ。あれ、口悪くて、お買い物。いや、飲み。あ、飲み？居酒屋普通に行くって感じ。女の子？はい。なるほどね。俺も今日飲み予定やったんやけど。あ、そうなんだ。そうそうそう、ちょっとどけ遊んじゃって。かわいそうだね。一人渋谷に取り残されたみたいな感じなの。かわいそう。どうしようかなって思ってたら、世界一綺麗な人になったって。本当に本当に。てか、これ何？なんか持ってるけど。こいつ仕事の仕事で。なんかインタビューかと思った。あ、そういうこと。はい、それで話してたかなと思った。あ、インタビューだよ。違うんですか？そう、違う。ちょっと、まあ3分だけ一緒にアイス食べれたらいいかなって友達来るまで。アイスやばい、アイスやばい。シェアップやから、シェアップパピコをシェアして。あー、それもわかりますよ。わかるし。はい、俺パピコめっちゃ最近ハマってて。あ、そうなんだ。そう、しかも昨日宝くじ当たったんや。いくら？お兄ちゃん、場合によってはよかったね。だったら焼肉おごってほしいぐらいなの。焼肉叙々苑しか行ったことない。男にさ、貢がせてそうだよね。全然そう見えます。小悪魔みたいな、好きって言って相手を好きにさせる。そんなことはないですね。マジで話してたらマジで喉かいてしまう。え、わかる。そうだよね。水かにこむず。そこにハイもあるから、そこだったらすぐ戻ってくるでしょ。やだ、遠い遠い。焼肉やったらいいって感じ。あ、考えるかなぐらい。でも今日は無理です。とりあえず友達が来るんで。あ、そういうこと。タイミングいい時に連絡する。連絡どうやってすんの？LINEでいい。しないよ、交換。え、けどさ、今日何もなかったらもう会えないじゃん。いや、また会えるかも。いや、そんな映画みたいなこと起こらなくない？だから運命ってことを信じて、また会えない。いや、それはあまりにも確率が低すぎる。いや、俺さ、マジでタイプの子しか声かけられんのよ。そうなんだ。他の子にはマジで声かけたことなくて。はいはいはい。今日初めて会って声かけた。嬉しいです。そうやってでも運命じゃん、言ったら。うん、ね、かなってことで。いや、ごめんなさい。何ですか？LINE はダメ？ダメです。インスタならいいです。結構投稿とかする。してます。ドーナツです。ユー、あ、これです。あれ、ちょっと待って、知ってるかも俺。ちょっと待って、男の子？はい。びっくりした。そうです。
え、なんかどっかで見たことあるなと思ったえ、だけど、そんなわけないなと思って可愛いでしょ、うん、おちょっとやってその声もギャップがあっていい感じかもその声も好き、全然あ、嬉しい、全然あ、それはありがとう、今度ジョジョ園、はい、ということで検証が終わりました。久しぶりにナンパ企画をやったところみえちゃん健在でしたなんか前回から変わったところで言ったら、まあこのボディ、ちょっと胸がこんな感じでちょっといい感じに、ね、なったということでナンパされるかやってみたんですけど無事されました。2年前とかによくやってたくらい の, あのナンパの勢いは前よりも多分ナンパする人が減ったっていうか、多分うちの存在が知られすぎてて多分もうナンパされにくくなってるんですね。だからこれがワンチャンラストのナンパ検証の可能性がガチであるというくらいなんですけど、でも無事にされたのでよかったですこれからもあのこの可愛い姿みえちゃんもっと進化してもっともっと可愛くなっていきたいと思います。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。以上、みえちゃんでした。バイバーイ。